優勝限定井川数値チェックやっていきましょう。はい、トマです。こんばんは。本日はですね、優勝限定井川くん来ましたので、こちらの数字見ていきたいなと思います。まずメイン技弾丸ブロックの S465 威力、サブ技弾丸タックルの S465 威力、テクニックドリブルの A、 弾丸パスカットの A がついているという感じです。なので弾丸パスカットの A に関しては移植していく必要があるというような感じになってます。特技、勝利への重い劣勢時、スコアが負けているときパラメータープラス 20%、この勝利への思いの劣勢時っていうのがね、どうなのかというところです。負けてないと 20% 上がらないので、20% なしでもやれるキャラなのかどうなのかっていうのは結構大事かなというふうに思われます。チムスキー超団結技2本 &5 人以上の 23%、優勝限定でチムスキー23が来たので、これは非常に大きいかなと思います。これにて技日本に関しては69が、組めるようになったんじゃないかなと思われます。葵くんとか、あと若島津ですかね、この辺で組めるんじゃないかなと思われます。絆、技属性の日本選手が2人以上いると全員のパラメータープラス 4% ということで、非常に乗せやすくて高い絆になってます。でフォワードキラー、フォワードに対してパラメータープラス 15%、フォワードに対してはパラメータアップの要素がありますよというところ。あとは自動ブロック&パスカット強化、自動パスカットおよび自動ブロック時 50% の確率で必殺技が発動するというところです。50% ですけれども、非常に強力じゃないかなと思います。自動ブロックに関してはね、あまり有用性が現状でもわからない状況ではありますが、パスカットに関してはいいんじゃないかなと。ただ今回、井川くんリカバーがないというところで、結構復帰が遅いというところに関しては注意が必要かなと思います。フォメ効果フィジカル 10% で、今日からですね、チムスキ69バフ40っていうのを基本的に見ていこうかなと思います。YouTube のコメントの方でもご指摘ありましたので、こちらのラインに、将来的におそらく4周年の基準っていうのが 69% かつ 40%、上か下かぐらいなところかなと思われますので、この辺で見ていこうかなと思います。で、今日に関しては60% の 30% っていうところもちょっと触れて、で、あとはソステでの比較とかも行いますので、相対的にこのキャラが強いのかどうかっていうのは、そちらの方でも分かるようにしていきたいなと思っております。シュート以外煙突の形で見ていきましょう。今回の井川くんに関してはメイン技通り、ブロックが一番強い井川くんという感じです。さあ、数値的にどうなのか見ていきましょう。まず何も乗らなかった場合、3万1000のタックル、ブロックが3万5000、パスカットが3万1000。バフ 40%、チムスキ69ですからね。それでタックルが3万1000、パスカット3万1000っていうのは、正直ディフェンダーとしては結構厳しいかもしれないですね。なので、タックルでもパスカットでもどっちかでご利用されるっていうね、可能性は結構高いんじゃないかなと思われます。ブロックに関しては3万5000というところなんですが、シュートの強いキャラクターに対してはブロックしてももしかしたらこの状態だと止まらないかもしれないという感じですかね。続きまして、フォワードキラー乗った場合、タックルが3万5000、ブロック3万8900、パスカット3万4000ということなので、フォワードに対しては、読み勝てば止まるかなというぐらいの数字は出てるんじゃないかなと思われます。勝利への重い劣勢時が乗った場合、20% 乗った場合、タックル3万6000、ブロック4万、で、パスカット3万5000というところなんで、ここまで乗ればですね、OMF、フォワードに対しても、読み勝てば止まるというような感じのぐらいまでは出てるんじゃないかなと思われます。で、フォワードキラープラス劣勢時 35% 最大乗った場合に、タックルが3万9000、ブロック4万3900、パスカット3万8800というところです。これはもうここまでくればですね、4万近い値が全て出てて、ブロックに関しては4万4000ぐらいまで届きますので、これは結構強いんじゃないかなと思います。ただブロック技が465っていうね、結構中途半端な威力なので、ブロックしておけば止めるっていう、可能性は非常に高いですけども、読み負けて抜かれるっていうことも、可能性としてはあるかな。ドリブルが高いとかパスが高いとかっていう選手に対してはあるかなというところ。ただブロックで読み勝ってシュートを打たれた場合でも、このぐらい捨てが出てれば止めてくるんじゃないかなとは思うんですけども、ブロックに関しては高いかなと思います。でタックルパスカット、4万近く出てますので、読み勝てばしっかり止めるんじゃないかなというところです。
続きまして歴代の井川くんと比較してみたいなと思います。これはソステ比較という形になりますので、まあソステで、まあ、どの井川くんがどう強いのかというのが分かるようになってます。はい。あ、ちなみにですね、先ほどのバフ 30% チーム付き60っていうのをさらっと見ておきますと、このような形になってます。はい。何も乗らなかった場合にタックルが 27,000 パスカット 27,000 と、これは結構きついですよね。バフ30チム付き60の状態で 35,000 とか、まあ、38,000 とか出てくるキャラクターがいる中で、まあ、タックル 27,000 とかっていう話なので、まあ、この状態はかなり危ない状態かなと思われます。なので点決められるまではですね、やっぱり OMF とかはかなり狙い目かなというような井川くんというところですね。で、まあ、最大乗ってくれば35,000、34,000、39,000ということでブロックは非常に高いですし、まあ、タックルパスカットに関しても読み勝てばまあまあ止まるだろうなっていう値は出てるかなと思われます。はい。ただ勝利への重い劣勢時だった場合にタックル 32,000 でパスカット 31,000 でフォワードキラーの時にタックル 31,000 パスカット 30,000 ということなので、まあ、もしかしたらこれ結構厳しいかもしれないですね、この状態だとしても。まあ、ちょっと読み勝ったら取れるぐらいかなと思ったんですけど、まあ、この基準で見ていくとワンチャンご両親聞いちゃう可能性もあるかなぐらいの数字かなと思われます。では、ソステ比較に戻ります。まずタックルで相当しております。フォワードキラープラスレッセージ乗った場合、15,000 ということで一番強くなってます。で勝利への思い、まあ、これが乗っただけでも一番上で、フォワードキラーが乗った時でも一番上という感じになってますので、まあ、歴代井川くんの中でタックルはまあ強い方だと、まあ、かなり、まあ、一番強いと言ってもいいんじゃないかなと思います。で一応ですね、過去、まあ、初期の井川くんというところ、ね、こちら読み勝ちが乗った場合に、何も乗らなかった井川くんと同じぐらいという形になってまして、まあ、それよりも低いですよね。なので何も乗ってないこの井川くんの状態っていうのが、まあ、いかに危ないかというところが分かるかなと思います。でその下に来てるのがフォワードキラー 15% が乗った時の去年の3周年井川なんですけど、3周年井川は非常にタックルが弱くてタックルでご了承されるシーンっていうのもかなりあったかなと思うんですが、まあ、それより若干高いっていうねぐらいなので、はい、この状態は非常に危ない状態かなと思われます。はい。で続きましてブロック見ていきましょう。ブロックに関しては読み勝ち、さらにシュートキラー 60%、まあ、こちらが乗った時の初期井川くん、これが一番高くなってます。でその次にフォワードキラープラス劣勢時 35%、 でその次に高浮きキラープラス読み勝ちで、フォワードキラープラス高浮きのキラー乗った場合の3周年で、勝利への重い劣勢時乗った場合の、まあ、今回の新井川くん、読み勝ちはシュートキラー、まあ、どっちかが乗った場合の、まあどっちかってことはないか、はい、でフォワードキラー 15% 乗った井川くんという感じになってます。うん、まあ、なのでブロックに関しては高いんですけれども、過去の井川くんとかが、まあ、特定の条件を満たした場合にですね、まあ、特に地上シュート、例えばこの初期の井川であれば地上シュート打たれて読み勝った場合の方が高くなっていると、まあ、最大値に関しては高くなっているというところがわかります。はい。なので、まあ、確かにブロック高いんですけれども、まあ、過去の井川の方が上にいるというところはあるというところですね。でパスカット見ていきましょう。まあ、高浮きキラーの、ね、時のパスカットは除いたとして、フォワードキラープラス劣勢時 35% が乗った時のこの井川くんっていうのが一番上には来てるんですが、フォワードキラー 15% が乗った時の3周年井川とほぼ数値変わらないですよね。まあ、去年のキャラなので、まあ、この3周年井川に関しては去年のキャラなので、そのねフォワードキラー乗っただけの状態っていうのが、フォワードキラープラス劣勢時の 35% まで含めた状態で同じぐらいというところなので、まあ、歴代井川くんの中でもそこまで各数値ね、まあ、まんべんなく全部高いんですけれども、まあブーストが、まあ、ちょっと少なかったのかなというところです。でちなみにですけれども、何も乗らなかった場合、はい、非常に低いパスカット値になっております。3周年の井川の何も乗らなかった時よりもだいぶ低いというところと、まあ勝利への重い劣勢時が乗って初めて、まあ、大体3周年井川の時と同じぐらいというところですね。
まあ、この井川くんはねパスカットに関しては結構強いは強かったんで、まあ、いいとは思うんですけども、まあ、でも去年の基準なので、まあ、その辺考えるとですね、まあ、ちょっと、まあ、守備位置タックルパスカットは若干不安かなというところです。特に何も乗らなかった時っていうのが普通に起こり得るあの井川くんなので、その辺がねディフェンダーとしてどうなのかというところです。で続きまして、恒例になりつつありますけれども、まあ、ジェンティーレそしてカルツ、まあ、この辺と比較してみたいなと思います。で今回はシュミット兄弟さらにこの間出たソガ君、この辺もねあの入れてきましたので、あの相対的に最近のディフェンダーと比べてどうなのかというところを見ていきましょう。まず分かりやすいところでジェンティーレ今シーン 25% 乗った場合というところで見ていくと、タックル値若干最大値の井川くんの方が低いという感じです。まあ、なのでジェンティーレね、まあ、技威力もジェンティーレの方が上なので、圧倒的にジェンティーレの方がタックル強いかなと思われます。でブロックに関して最大値のところで比べると、ね、ジェンティーレの方が低くはなってます。技威力加味してもね井川の方が高いかなと思います。でパスカットに関しては、まあ、かなりジェンティーレの方が上って感じですね。はい、なのでジェンティーレ、まあ、自動パスカットどっちもついてるキャラクターですけども、ジェンティーレみたいな基準で考えていくと、まあ、やっぱりかなりステータス低いなってもしかしたら思うかもしれないですね、井川くんに関しては。はい、でさらに、もうちょっとしたタックルで今想像してるのを見ていくと、まあ、フォワードキラーだけ乗った場合っていうのが、まあ、1万3000、1万5000、1万3000というところで、まあ、この辺が今回シュミット兄弟入れてきたんですけども、シュミット兄弟がフォワードキラー、例えばフォワードキラーまたは OMF キラーですね、こちらが乗った場合に1万5000、1万5000、1万5000っていう数字が出てるんですよね。で井川くんに関しては1万3000、1万5000、1万3000というところ。はい、なので、ね、ドイツ強いなというところでございます。はい、ドイツに関してはフォワードキラーだけなの でしかも特技に関してはサポートっていうところで、まあ、今回の井川くんに関しては劣勢時の特技なので負けないといけないっていうところがあるんですけれども、ねという感じですね。まあ、そう考えるとドイツはだいぶ優遇されてましたね。というところで、まあ、直近のキャラクター、まあ、ディフェンダーのキャラクターとかと比べても、まあ、ちょっとステータス的にも物足りないかなというふうには思われます。まあ、ソガ君のバイタル25っていう状態とフォワードキラーっていう状態を比べてもソガ君の方が上ですし、劣勢時っていうところとバイタルっていうところで比較してもソガ君の方が上ですね。はい、まあ、なんか優勝限定とステップアップっていうところで結構分けてたりするんでしょうかね、その辺は。もしかしたら、まあ、ブロックに関しては若干劣勢時の時の井川の方が高いですけども、パスカットがだいぶ蘇我君の方が高いの、タックルが蘇我君の方が高いってことを考えると総合的にはやっぱりバイタル25の方の蘇我君の方が、まあ、ディフェンダーとしては使いやすいのかなというところですかね。まあ、バイタルのエリアっていうのが乗りづらいっていうのがあるので、まあ、勝利への重い劣勢時とどっちが乗りづらいかっていうところはねもちろんあるんですけれども、まあ、点が入る前にね止めたいっていうのが、まあ、基本的にはディフェンダーのあれだとは思うので、まあ、点決めるキャラにねパスを送らせないようにするとか突破されないようにするっていうのがディフェンダーの役目なので、まあ、劣勢時乗る前っていうのがね極端に低い、まあ、極端ではないですけど、まあ、あんまり高くないというところを考えると、まあ、ちょっとはい、点は1点目は結構上げちゃうぐらいの突破され具合になってしまう可能性はあるのかなというところです。はい、どうでしょうかね。はい、で劣勢時っていうのが乗った場合にもう誰も通さないよっていうぐらいになってるかって言われると、まあそこまでではないですもんね、そういう意味で言うと。はい、なのでその辺も、はい、まあ、ちょっともしかしたら使いにくい可能性はあるのかなというところです。はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。まあ、ただね絆が 4% っていうところとチムスキが 23% っていうところはありますので、また自動パスカットもねついてるので、潜在スキルとかに関しては優秀じゃないかなと思われます。いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。